コミック虎の穴は、株式会社虎の穴が経営する同人誌を中心とした漫画関連商品などを店頭販売及び通信販売する同人ショップである。漫画同人誌以外にも商業漫画本、アニメ関連の映像、音楽ソフトや書籍、またそれらの関連商品などのオタク向けグッズ等も扱っている。通称虎の穴もしくは虎。1990年代の店舗はジャンルではなく媒体で区別されており、当時のオタクはゲームはソフマップ、アニメは石丸、漫画は神保町の高岡書店をはしごする必要があった。工業高校卒業後にソフトハウスの立ち上げを目指していた吉田弘隆は販売の現場を視察するためソフマップで働いていた際、複数店をはしごせずに関連する商品をワンストップで提供できる店舗があれば便利だと思ったが、ソフマップでは店の方針で置ける書籍はゲーム攻略本程度であり、秋葉原自体も単価の低い書籍を敬遠する風潮があった。吉田は競合するコンセプトの店がないと考え1994年6月に独立して秋葉原で創業を決意、社名は秘密特訓場のイメージとインディーズっぽい響きが気に入り漫画タイガーマスクに登場するプロレス秘密結社虎の穴から名付けたという。当初は路地裏にある雑居ビルの3階の一室に店を構える古書店だったが流通システムの都合で商業漫画はなかなか揃えることができずパソコン通信仲間のつてを頼って同人作家から直接買い付けたこともあるという。秋葉原では1992年に成人向け同人誌を扱う書店が摘発されたことでリスクの高い商品とみなされており、創業当時は数少ない同人誌書店であった。同じビルの2階に入居していた湘南通商とはしごして同人誌やジャンク品を買い漁るマニアの姿が多く見られた。同人誌の販売からスタートしたが、商業作品や関連グッズの取り扱い、通信販売なども手掛けている。2010年代以降は、クリエイター支援プラットフォームや、オンラインのグッズ委託サイトなど、ウェブサービスを展開しており、これらを自社開発するためシステム開発部門、虎の穴ラボを擁している。この他に、婚活や居酒屋なども展開している。1994年6月に、秋葉原で創業。1996年7月に有限会社として、法人化、同時に通信販売部門を新設。以後、新刊同人誌の委託販売にも進出し、規模を拡大していった。秋葉原で多店舗展開するほか、池袋、新宿など都内で足場を固めた後、2000年3月の大阪進出を皮切りに地方の主要都市へと店舗網を広げている。2003年4月に株式会社化。2006年には秋葉原に自社ビルを新築、所有した。2007年11月22日、虎の穴ダウンロードストアを開設。2012年10月6日、3ヶ月間ダウンロードのない作品の削除を開始。2015年12月15日に閉鎖。2008年、物流センター及び実務上の本社機能を相次いで、千葉県市川市田尻の貸し倉庫に移転。関連会社の本社も同所に移った。2011年1月31日、虎の穴ダウンロードストアとは異なるデジ同人サービス虎電人を開始。アップストアによってアプリの配信が停止され2012年5月17日、終了。2013年10月1日に夢の空ホールディングス株式会社を設立し、持ち株会社体制に移行した。同時に関連会社のフォックス出版も作るの森株式会社に称号変更、改組したほか、株式会社アクアプラスの全株式を取得しグループ化することで合意している。以降は、ソーシャルゲーム事業参入や、アクセサリーブランドを立ち上げるなど、様々なコンテンツを展開するようになった。2018年6月3日に、通信販売サイトを12年ぶりにリニューアルした。2018年10月15日から、東京都、千葉県、大阪府の一部店舗で、Ponta、楽天ポイント、WAON POINTが利用可能となる。2019年3月時点で、5大都市圏及び、周辺地域と仙台市の一部店舗へ、対応店舗を拡大した。秋葉原店 A と秋葉原店 B は、中央通り沿いに隣接している移転前の池袋店名古屋店新店舗台湾、台北店人口の多い東京都及び政令指定都市を中心とした都市部にのみ出店している。政令指定都市でも川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市、熊本市には出店しておらず、2008年に吉祥寺、2009年に八王子市、町田市、2013年に蒲田に出店するなど特別区近郊へ重点的に出店しており、一時期は関東地方だけで全店舗の約半数を占めていた。2016年3月までに西東京の店舗はすべて閉店していたが、8月には立川に、2018年には一度撤退した町田に新たな店舗を構えた。現在は東京山手線内にある秋葉原、池袋、新宿に集約させるため、店舗数は減少している。2017年からは、関東以外で出店が増加傾向にある。一般の書店の中で展開している店舗、営業はその書店に合わせているため虎の穴のポイントカードが使えないなどの差がある。虎だよ、虎2、プリンセスノートの3種とも2012年7月25日刊行分をもって、一旦すべて休刊。同年10月にリニューアルしての再開を予定していたが、そのまま消滅した。その後2013年から、虎だよ、エクストラが不定期刊行されている。2012年10月より、インターネットのコンテンツとして配信していたが、2015年12月25日をもって、更新を終了。コミック虎の穴店舗で開催されるキャンペーン、ランキングなど様々な情報を届けるラジオ番組、コミック虎の穴全店での店内放送及び公式サイト上で無料配信された全21回。概要詳細は開運野望神社を参照、生ためひとみと伊藤聖によるウェブラジオ番組、虎の穴公式サイトにて2003年から2008年まで3シリーズ全96回が各週で無料配信されていた。2010年に特別編1回を配信。詳細はコミックホリックを参照以下のウェブコミック配信サイトを運営している。いずれも無料で閲覧可能。オンラインゲームの一種たるソーシャルゲームのプラットフォームとして2013年にトラゲーがオープンされたが2016年に終了した。PC とスマートフォンの両方で利用が可能の作品から配信されたが、スマートフォン専用の作品がこのプラットフォームを占めるようになった。多くのソーシャルゲームと同様に、基本利用料は無料、一部コンテンツ有料となっている。特記のない作品はすべてコミック虎の穴名義である。ありがとうございます。